本度、摂州には常栄寺は、山口県山口市宮、野下平野にある臨済州東福寺派の寺院。三号若山。皇帝は、摂州東洋の作と伝えられ、常栄寺庭園として、国の史跡及び名称に指定されている。元は、秋国吉殿にあり、永禄六年に、毛利元成が息子、流元の旧姓を嘆き、 その菩提を弔うために軸国も絵心を解散として創建された。流言の死は京都にも伝わり、翌年、大木町天皇から直学を与えられた。関ヶ原の戦い後、毛利氏が長州藩に違法させられると、山口にあった国清寺を接収して、常栄でえらとした。ところが、文久三年に長州藩が萩城から山口政治堂に移転した際に、 萩にあったホラハル寺を移転させ、常栄寺を流言夫人尾崎局の菩提寺であった明寿寺に移された。現在の建物は、大正の火災後に昭和6年に再建されたものである。常栄寺での総動開坦は、昭和17年、関武司法の時である。現在地は、元は、大内氏が大内正宏別邸跡に創建した妙木寺に由来している。 大内正宏は当時山口に滞在していた摂州東洋に対して庭園の造園を依頼し、摂州は寺の北側の皇帝を造園したと伝えられている。これが後世に知られる摂州にはである。その後、大内氏が没落すると、毛利氏はここを山口出身であった尾崎局の菩提寺とし、寺名も明樹寺と改名した。さらに常栄栄寺の移転によって、 再度解明することになった。この間、庭園はそのまま維持され続けた。雪舟が造営した庭園は、枯山水を用いた地仙海有識庭園で、寺に面する南側以外の山方を林地で囲んだ小屋地に築造され、前に、新地地、東北には枯れた木が設けられている。また、立尺の手法も独特のもので、 室町時代の庭園の姿を今日に残している。また、江戸時代に、雲国当駅が描いた、憲法牧画炭い、摂州東洋像が、山口県の有形文化財に指定されている。また、明治天皇山口市行校の際に宿泊された、明治天皇宿泊の間は、昭和42年に東山に移築され現存する。ありがとうございます。